Sozinho, tire. かわいこちゃん、今日お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず優しい子ね。でもあいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。うえ、リサさんが真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究、久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのなら、あなたもお姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうか。急に仕事を押し付けるなよ。まあ嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越えるせっかくのチャンスなのに。あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。多額の資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせて、そこでジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は普段図書館のことだけでなく、騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば、素材を少し調整して錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると簡単だと思っていた研究がちょっと複雑になってきたのよね。つまりオイラたちにその研究を手伝ってほしいのか？でも錬金術の理論なんて。違うわ、お姉さん。も錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、でも薬を、そこで私はひらめいた。うわ、さすが。そういうこと。教練院にいた頃も、かわいこちゃん、なんかいい感じに言ってるけど本当はサボりたいだけなんだろう。分かってた。仕事が一段落したらお姉さんがもうお店を開くための。ここでお店を開く予定よ。うわあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか？いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。そして今後の物資、そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日騎士団はお店の宣伝。じゃあ早速こち。
ポーションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。最初のポーションは無事売れたみたいね。次にどんな薬を作るかは最近のニュースに基づいて。どう？これから販売するポーションについて。じゃあ新しい薬草の栽培を試してみ、入れる材料の種類によってさあ実際栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期的に新しい物資を。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ。私？もちろん。可愛いお姉さん。やっぱりな。はっ、風よ、散れ。栄誉騎士さん、そおお、オイラの名前ってもうそんなに知られてるのか。すみません、うっかりしていました。流行りの小説のあなたたちの功績はもはや伝説。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいで。はい。とにかく今は代理団長からあなたたち何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。最近新しく。
人々が穏やかに暮らし、万象が一新された今、まさに人の世の良き時代と言える。
Thank you.
Thank you.
手余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。よう、久しぶりだな。久しぶり。おう、北斗、エフラー。出会った。北斗船長とはローマンポート。え、あ、そういう意味じゃなくて。あんな誤解なんて全然気にしてない。誤解？ああ、実は数日前のことなんだけどな。だが、そしところがだ。で、ちょうどそのこの間、あの日は手元にないから。しょうがないって、あれがあんたの責務なんだからな。あの時はちょっと飲みすぎてて、それでちょっと持って、実際昨日北斗先生、さっきから言おうとして。そうね、そういうことだ。私もモンドの錬金薬がどんなもんか見て。ああ、そうだな。ほら、北斗は。いやいや、私はぐっすりで。だが、
私その友達って、ああそうだ、もう珍しい宝物。よし、要望はメモして。それじゃ頼んだ。薬作りは順調か？何かも。よし、これで。もう帰るの？ああ、旅人。遊撃招待をだ。
仕掛けの術は実に奥が深く興味の尽きない技術であり、一言二言で説明できる。毎回この話をすると、みんな…
Thank you.